皆さんこんにちは。11月16日から行われたアジアチャンピオンシップ2023、井端和博氏が日本代表の監督に就任して初の国際大会となりましたが、結果日本代表は韓国を下して見事優勝を果たしました。その韓国戦ではエラーなども絡まり先制点を奪われ、あわや敗戦間近という状況の中で逆転サヨナラ勝ちを決めた日本代表。一方でその試合での井端監督の大胆な采配は野球ファンの中で物議を醸しています。一体何があったのでしょうか。そこで今回は先日の韓国戦を振り返りつつ、井端監督の采配などについてご紹介していきます。2023年の WBC で日本を大きく盛り上げた日本代表、監督の栗山英樹監督は本大会をもって退任し、後任が誰になるのか大きな注目を集めていました。そして2023年10月3日に栗山英樹監督の後任として井端弘和氏が日本代表のトップチーム及び U15 監督に就任。11月16日から20日に東京ドームで開催される2023アジアプロ野球チャンピオンシップが初陣となり、大きな期待を寄せられました。井端監督は元中日ドラゴンズの選手で、落合監督のもと中日黄金期を支えた主力のショートでした。セカンドの荒木正弘さんと共に洗い場コンビの愛称で親しまれ、ファンを魅了し、2013年には巨人に移籍、2015年に現役を引退し、同級生でもある高橋由伸氏が監督就任するということで、彼を支えるために巨人の一軍内野守備走塁コーチに就任。2018年オフに高橋監督が勇退したのを機にコーチを退任すると、2019年から東海テレビ日本放送、東海ラジオの野球解説者、中日スポーツ、東京中日スポーツの野球評論家に就任し、その他2022年からはフジテレビ、プロ野球ニュース、フジテレビ版、野球解説者と、日本テレビ、中京テレビ放送のゲスト解説者にも出演。2019年1月には、侍ジャパンの強化本部編成戦略担当に就任したことを、日本野球協議会が発表し、同年10月に日本テレビサービスが YouTube チャンネル、イバ TV、井端弘和公式チャンネルを開設。同チャンネルで YouTuber 活動を開始することとなります。チャンネルでは現役時代の裏話や野球界が抱える問題、注目の選手についてなど野球にまつわる話題をアシスタント MC のミッチーと共に井端さん独自の目線で語る動画が週1回のペースで投稿されていました。2020年からはアジア大学時代の同期である飯塚智広さんが監督を務めている NTT 東日本硬式野球部の臨時コーチを務め、2022年からはベンチ入りしてNTT 東日本のユニフォームも着用するように。2022年の第6回 WBSCU-12 ワールドカップでは U-12 日本代表監督を務め、7位で大会を終え、翌2023年の第7回大会でも監督を務め4位となるなど、さまざまな場所で活躍を見せていました。解説者としても鋭い視点を見せており、監督就任となった際には不満の声が一切聞こえないなど、野球ファンも認めるほどの井端監督。初陣となった16日のチャイニーズ台北戦では4対0で見事勝利すると、続く韓国戦でも見事勝利、オーストラリア戦ではコールド勝ちを収めるなど順当に勝ち上がり、決勝は日本対韓国に延長戦の末に4対3の劇的サヨナラで下し、第1回2017年大会に続く連覇を達成しました。最大3人のオーバーエイジ枠を除き、24歳以下または入団3年目以内の選手で構成される今大会は予選から4戦全勝、若き侍が死闘を制しアジアの頂点に立ち、井端監督初の国際大会を見事支えました。日本は高校先発は今井達也選手、西武で坂倉翔吾選手、広島とのオーバーエイジ枠2人によるバッテリーになりました。初回から150キロ超えを連発する今井選手、西から3番ユン・ドンヒ選手に右前打を許すも、今季 KBO リーグで31本塁打101打点の2冠王となった4番のシファン選手を補射費に打ち取りピンチを脱します。韓国先発は3月の WBC にも出場した右腕パクビン選手。日本は初回2アウトから3番森下翔太選手、阪神が中前打で出塁するも4番牧秀悟選手、 DeNA が見逃し三振に倒れ得点とならず、今井選手は2回西から四球と安打でピンチを迎えるも、9番チェ・ジフン選手を左肘に打ち取り、その裏侍ジャパンは6番
万波中正選手、日本ハムの右翼フェンス直撃の二塁打と西球で西満塁の好機を作り、1番藤原恭大選手、ロッテが鋭い打球を放つも結果は右飛びにチャンスを生かせません。3回四球と一塁手牧選手の犠打失策でピンチを迎えた今井選手は、1試から4番のシファン選手に左中間を破る2点2塁打を浴びて先制を許してしまいます。裏の攻撃で2本もチャンスを作りますが無得点に。4回は互いに走者を出すも無得点。5回日本は2番手根本悠風選手、日本ハムが3人でピシャリ。するとその裏、牧選手が左翼席へ反撃のソロ本塁打。代表唯一の WBC 選手が反撃ムードを作ります。根本選手は6回も無安打2奪三振の快投。裏の攻撃で先頭の万波選手が一塁線を破る二塁打を放ち、門脇誠選手、巨人の一打で一死三塁、佐藤輝明選手、阪神の中義秀に2の同点に追いつきます。終盤7回は共に無得点。日本は8回のマウンドに3番手の桐敷拓馬選手、阪神を送り、内野安打を許すも無失点に抑えます。その裏、万波選手の3安打目となる右前打などで西1、2塁のチャンスを作るも、変わった左腕チェジミン選手に抑えられ、9回は共に無得点で決着がつかず、無視1、2塁から始まるタイブレーク方式での延長戦に突入。10回田口和人選手の後を受けた5番手吉村浩二郎選手、共にヤクルトが先頭打者の2番キム・ドヨン選手をユーゴロ併殺打に仕留めます。韓国側がチャレンジするも判定は覆らず西3塁。しかし3番ユン・ドンヒ選手に中前打を打たれて1点リードを奪われてしまいます。諦めない侍ジャパンはその裏、1四満塁から坂倉選手が犠牲フライ、さらに西満塁から門脇選手が左前にサヨナラタイムリーを放ち、一塁上で歓喜の輪を作りました。井端監督は胴上げで6度宙を舞い、喜びの表情を浮かべ、大会は終了。2017年以来6年ぶり2度目の開催となった今大会で連覇を達成。今年は WBC で大谷翔平選手、ラーズ・ヌートバー選手らを擁して3大会ぶり3度目の世界一をつかみました。あの歓喜から8ヶ月、侍ジャパンは優勝に始まり、優勝に終わる2023年となったのです。見事日本の強さを見せつけた日本代表。一方で指揮を取った井端監督の大胆な起用が物議を醸す事態に。一体何があったのでしょうか。井端監督はこの決勝の日、オーダーを大幅に入れ替えて試合に臨んでいました。1番には前日18日のオーストラリア戦で3安打した藤原選手を1番 DH で起用、2番遊撃に打撃の好調の小園選手を置き、3番左翼で先日スタメンを外れていた森下選手がスタメンに復帰、また佐藤輝明選手を8番三塁、岡林を9番中堅に下げ、攻撃を分散するオーダー。17日の対戦からも大きく変更となりました。本大会不調だった牧選手は固定しつつ、他の選手をうまく分散させたオーダーを組んだ井端監督。これにはファンからは、冷えている、結果を残せていない選手を外した方がいいという意見も多い一方で、コアを無難に配置しつつ不調の選手をうまく散りばめさせる起用はうまいと絶賛の声も多く、総じて優秀な監督なのではと評価されることに。また采配面に関してもたびたびファンからは絶賛されており、先日試合から外した森下選手は、足が重たそうだから大事を取ってと、選手の不調も一気に見抜き柔軟に対応、就任以降あまり犠打や進塁打を使わずに打っていく形で勝ちたいと、小技や作戦を使わずに勝つことを理想としていましたが、優勝がかかった第1番では柔軟に方針変更。試合前に打線をかなり変える、状態のいい打者を分散させて送ることも必要かなと予告していましたが、まさにピタリと当たりました。本大会で見事監督としての箔も上げた井端監督、本人はつなぎの監督という意識でやっているそうですが、もしかしたら WBC 本大会でも指揮を取るかもしれませんね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。